クラウディア・コーデイ・コール・キルシュは、旧西ドイツ・ザールブリュッケン出身の元女子、プロテニス選手。1980年代に活躍し、西ドイツのテニス界の黄金期を築いた先駆者の、一人である。身長187センチメートル、体重68キログラム、右利き。WTA ランク自己最高位は、シングルス4位、ダブルス3位。WTA ツアーでシングルス発祥。 ダブルスで1985年全米オープン1987年ウィンブルドンを含む26勝を挙げた。コーデキルシュと2つの姓を名乗ったのは、養子として育った家庭の背景にあり、生まれた時の名前は、クローディア・コーデと言ったが、養父のユルゲン・キルシュに育てられたため、クローディア・コーデキッシュの名前でプレーするようになった。5歳からテニスを始め、1980年1月1日に、 プロ転向1982年から1989年まで女子国別対抗戦、フェデレーションカップの西ドイツ代表として活躍した。1985年がコーデイコールキルシュのキャリアの最盛期にあたり、全仏オープンと年末開催の全豪オープンでのベスト4進出や全米オープンでのベスト8があった。続く1986年は、 いくらか低調だったが、1987年に全仏オープンから全米オープンの3大会連続でベスト8に勝ち残り、1988年の全豪オープンの準決勝で新しく世界ランキング1位になった西ドイツの後輩選手、シュテフィグラフに2から6、3から6で敗れた。コーデイコールキルシュの現役生活を通じて、クリス・エバートロイドには、 13度の挑戦で一度も勝てなかったが、ナブラチロアとは2勝22敗の対戦成績で2度勝ったことがある。6歳年下に当たる同国の後輩グラフには、1984年の最初の2度の対戦は、コーデイコールキルシュが勝ったが、それ以後はグラフに12連敗となり、2勝12敗で終わった。コーデイコールキルシュはダブルスの名手としても活躍し、 ツアーのダブルス26勝ではヘレナ・スコバとのペアで獲得したタイトルが最も多い。彼女は4大大会女子ダブルスで1985年、全米オープンと1987年ウィンブルドンの2勝を挙げたが、どちらもスコバとのペアで獲得したものである。フェデレーションカップではシュテフィグラフとペアを組んでいたが、コーディーイコールキルシュのシングルスが下降戦に入り、 グラフが世界ランキング1位の座を独走するようになると次第に2人のペアはバランスが悪くなっていった。1988年のソウル五輪でグラフとコーデイコールキルシュのペアは準決勝で敗れ銅メダルに終わる。1989年に日本の東京アリアケコロシアムでフェデレーションカップが開催されたことがあったがチェコスロバキアとの準々決勝でコーデイコールキルシュが 反復敗退に終わり、西ドイツチームはここで姿を消した。コーデイコールキルシは1994年に31歳で現役を引退した。現在は夫と共にモンテカルロに在住している。ありがとうございます。